あらあら、こんにちは。これが今回の配達物ね。ご苦労様でした。いつも遠いところまで来てくれてありがとう。とっても立派よ。あら？ちょっと顔に元気がないわね。長旅で疲れちゃったのかしら？ほら、こっちにいらっしゃい。先生のお膝で休んでちょうだい。よーしよし、いい子ね。真面目なあなただから、きっと少し頑張りすぎちゃったのね。でも、そんなまっすぐなところに、先生もたくさん助けてもらったわ。キラキラとした思い出を作ってくれた自慢の生徒よ。あらあら、キラー、初音ちゃんだぞ。こんにちは。しちょうど今寝ちゃったみたいなの。疲れてたみたいだから、このまま休ませてあげましょう。だから、その間に。ね。あら、おはよう。うん。元気になったみたいね。よかったわ。はい、これ。あなたが寝ている間に用意しておいたの。それじゃあ、もう一仕事、頑張ってちょうだい。先生、とっても期待してますよ。かっこいいところ期待してるよ。ファイト、ファイト。これからもよろしくお願いします。疲れた時は、またいつでも先生のところに来るのよ。無理だけは禁物ですからね。それじゃあ、いってらっしゃい。